アントニオ・ブエロ・バリエホスペインの劇作家。1949年にロペデベガ賞。1986年セルバンテス賞を受賞。アントニオ・ブエロ・バリエホは1916年にグアダラハラで生まれた。彼の父、フランシスコはカディスの軍人でグアダラハラの軍事学校で美積文を教えていた。彼の母親、マリア・クルスはタラセナ出身であった。 彼の兄フランシスコは1911年に生まれ、妹カルメンは1926年に生まれた。彼は1927年から1928年の間、父親が配属されたアライシュに住んでいた2年間を除いては、ラ・アルカリアで過ごした。彼は父親の所蔵している膨大な蔵書を読んだり、音楽や絵画に大変興味を持った。 絵画は4歳の時から休むことなくずっと描き続けてきた。彼の父親は演劇を見によく連れて行ったものだった。そして彼が9歳の時にはすでに子供用の創作演劇セットを使って演劇の演出をしていた。彼はグアダラハラで中等教育を受け、哲学的、科学的、社会的問題に関心を示した。1932年に 物語えるウニコーンブレで中学生と教員養成課程の生徒たちを対象にした文学賞を受賞した。これは2001年まで出版されなかった。彼はコンフェッショネスを書き始めたが後に破棄した。1934年、家族はマドリードに引っ越し、彼は王立山フェルナンド美術アカデミーに入学し、そこの授業を受けるかたわら演劇や文学活動も行っていた。 スペイン内戦が勃発したとき、彼は志願兵として入隊を希望したが、父親に止められた。父親は、1936年12月7日に、共和派によって逮捕され、射殺された。1937年に召喚されて、共和国軍副評大隊に入隊し、ラボスデラサニダットに、差し絵や文を書いたり、他の文化活動の執筆に協力した。ベニカシムで、 ミゲル・エルナンデスと知り合った。戦争が終わった時、ブエロはバレンシア衛生部局に降り、闘牛場に数日間収容された。その後、カステリオン県のソネ派の強制収容所に1ヶ月、投獄され、最終的に当局への出頭要請の条件付きで、自分の居住地に戻ることを許可された。しかし出頭要請に応じることはなく、彼は間もなくして、 戦争中に加入したスペイン共産党の再編成に取り組み始めたが、数年後には同党から遠ざかった。彼は1939年の5月か6月頃に逮捕され、反逆への参加を理由に、他の仲間と共に死刑を宣告された。8ヶ月後、彼の罰は30年の懲役に限定された。彼は様々な刑務所に滞在し、コンデデトレノでは1年半の間過ごした。 この刑務所で彼は、ミゲル・エルナンデスの有名な肖像画を描いた。それは広く複製されており、その元画は、ミゲル・エルナンデスの相続者によって保存されている。また、この刑務所で、脱獄の手助けをしようとしたこともあるが、その経験から、ラ・ファンデーション執筆の際、インスピレーションを得ている。イエセリアス刑務所で、約1ヶ月半、エルドエソ刑務所で、約3年間、 サンタリタ刑務所でもう一年間過ごした。彼は何百もの囚人の肖像画を描き、彼らのうちの何人かと仲良くなり、刑務所から釈放された後も連絡を取り続けた。オカーニャ刑務所から仮釈放されたが、1946年3月、初旬、マドリードから追放された。彼はカラバンチェルバホに居住地を定め、アテネオでマドリードの会員となった。 彼は雑誌に絵を描いているが、物語を書く方に興味を持ち、最終的には、戯曲の執筆に魅了されていく。彼は、1946年8月の1週間で、失明を扱った、エンラ・ードジェンテ・オスキュリダットという最初の戯曲を執筆し、1948年にストリア・デスピューダダと、オトロ・フ・シオ・デ・サラメンを執筆した。 1947年から1948年の間に当初はラ・エスカーララと呼ばれていたイストリア・デ・ウナ・エスカーララを執筆した。彼はロペデ・ベガ賞に応募しイストリア・デ・ウナ・エスカーララで受賞した。1949年10月の初演は大成功を収め、批評家や一般の人々の間で認められた。同じ年に彼はまた キンテロともの会場を一幕のみのラスパラブラス、イエヌラアレーナで受賞した。彼は常に、マドリッドで出版、初演を行い、イストリアでウナエスカーララは、イグナシオ・エフ・イキノによって映画化された。彼の名前を冠したアルコルコンの、カルチャーセンターの前にあるブエロ・バリエホノゾ1950年代に、ラテ・ヒドラ・デスエニョス、ラ・セニアル・クセエスペラ、カシュンクエントでハダす。 マドルガーダ、アイリーン、オーエル・テソロ、オイエス・フィエスタ彼の最初の歴史劇であるウン、ソーニア・ドール・パラウン・プエブロが上演された。彼の作品は、海外で上演され始め、イストリア・でウナ・エス・カーララは、メキシコで、エン・ラ・アード・ジェンテ・オスキュリダットは、カリフォルニアのサンタ・バーバラで上演された。1954年、アベントゥーラ・イエヌ・ログリの初演は禁止された。 翌年、検閲に対する皮肉な記事が、新聞ンホモボの、に掲載された。また、ブエロが監督した、カルロス・ゴロスティサの、映画エル・プエンテもまた、禁止された。彼は、ウナ・エクストロにアルモニアを書いたが、これは、全集が出るまで初演も出版もされなかった。雑誌プライマーオクトの第1号に、ブエロ・バリエホが見たブエロ・バリエホを聞という記事が、掲載された。 彼の悲劇性についての随筆が出版された。1959年、彼は女優のビクトリア・ロドリゲスと結婚した。二人の間には結婚の翌年に生まれたカルロスと1961年生まれで1986年に交通事故で亡くなったエンリュケという二人の子供がいた。1960年代、検閲がある中でエル・コンシエルト・デ・サン・オビリを アベントゥーラ・イーエヌ・ログリ、エル・トラゴルースと、シェイクスピアの、ハムレット、そしてベルトロトブレヒトの、キモッタマオフ、母とその、子供たち等の一部の作品の初演をすることができた。ホセータマヨリバス監督のラスメニーナスが初演され、イストリアでウナ・エスカーララ以来の大成功を収めた。その頃、プライマーを置く都市の中で、現実的改革主義の演劇と、非現実的改革主義の演劇に関して、 アルフォンソ・サストレと異なる見解を唱え、論争が起こった。この年、彼は、ミゲル・エルナンデスに関する初期の記事、死と記憶ンポエマ、ワイウン・レクエルドを発表した。1963年、演劇最高評議会への加入が提案されたが、ブエロは辞退した。ホセ・ベルガミンが率いる他の100人の知識人と共に、彼は、情報官交渉に宛てた手紙に署名し、 アステリアス鉱山の労働者に対する警察による処遇についての説明を求めた。1964年に拷問反対をテーマにしたラドーブルヒストリアデルドクター・バルミーが禁止され、1976年のフランコ体制下までスペインでは上演されることはなかった。エル・トラゴルースはフランコ独裁政権下で書かれたスペイン内戦でのフランキスモに直接触れている。 最初の演劇作品である。これは1967年に、ホセ・タマユ監督の下で、ベジャス・アルテス劇場で、再び上演され大成功を収めたが、それまで公開されたことはなかった。同時に、イストリア・でウナ・エスカーララが、初めて再上演された。2003年に、スペイン国立演劇センターの舞台で上演された。彼は1971年にレアル・アカデミア、 エスパニョーラの正式な会員に任命され、アルファベットの X の座を与えられた。1972年5月22日の任命式では、ガルシア・ロルカ・アンテ・エル・エスペルペントについての演説を行った。彼は1986年にセルバンテス賞、1996年にスペイン国民文学賞を受賞した。アントニオ・ブエロ・バリエホは2000年4月29日、 83歳で心肺停止でマドリッドのラモニーカハル大学病院で亡くなった。1987年、ラジオ局オンダ・マドリッドは、ブエロのマドリッド氏との関係について1時間に2つの特集をした。カルロス・ビジャルビアのプログラム AL リトモデ・マドリードの中で、ブエロはいろいろな思い出や単語、愛、初期の詩から、いつもマドリードの忘れがたい街の隅々など、 感傷に浸りながら語る。彼のすべての作品を結びつける共通のテーマは、社会的、倫理的、道徳的な観点から分析された個人の悲劇である。人間を苦悩に陥れる主な問題については、彼の最初の作品エンラードジェンテをスキュリダットで、すでに扱っており、その後の作品でも継続されている。批評家は、彼の擬曲作品を、象徴主義、社会批評。 歴史劇に分類している。エンラ・アード・ジェンテ・オスキュリダットは隠したり偽ったり、することができない現実との対立を表している。ブエロは失明という身体的欠陥を通じて人間の限界を象徴している。それは不完全さの象徴であり、私たちの存在とこの世での私たちの運命の謎を理解するために必要な自由の欠如の象徴だ。 人は自分たちを取り巻く謎を知ることができないので自由ではない。他の作品でも象徴主義的傾向の謎をテーマにしたものが多い。例えば、オデュッセウスとペーネロペーをもとに作ったラテヒドラデスエニオス、現実の二重性を分析したアイリーン、オーエルテソロが挙げられる。これらの作品は、その不正、嘘、暴力が横行しているスペイン社会を分析している。 その代表的な作品が、イストリア・でウナ・エス・カーララ、ラスカル・タスボ・カーバホ、エル・トラゴルースである。1948年にロペデベガ賞を受賞した、イストリア・でウナ・エス・カーララは、悲劇性と社会的生活状況を訴えていることから、おそらくこの時期の戯曲でも、最も重要な作品の一つだと言える。この作品は、現実を見つめ、 社会を描写していることから大きなインパクトを与えた。作品の中で社会情勢や意思の欠如のために一個人が実質的に生活を改善することができないことを問題提起している。エル・トラゴルースはブエロ・バリエホのほぼすべての作品と同じくある家族の物語という一見差し障りのない方法で始まる。しかし実はその実態と形式において 検閲を回避するために必要で巧妙な表現を常に使いながらフランキスモに対する攻撃を行っていた。そして私たちの過去と未来の歴史の見方に影響を与えようとすることへの執念を表している。そのプロットは表面的には単純で、読解は非常に簡単だが読みを深めていくと間もなく5つか6つの層に及ぶ強力なメッセージが見つかる。 それらのメッセージはすべて読者に衝撃的なインパクトを与えるものである。これらのメッセージはすべてフランコ政権末期に書かれており、その頃は何も言わずとも理解されていた。しかし、今日それらを理解するためには、文学評論家の時代背景を考慮した解説が必要となる場合も少なくない。運送そうにやどル・パラウンプエブロ、ラスメニーナス、エルコンシエルトデサンオビディオ、 ワイエル・スエニョ・デ・ララソンといった作品はこのグループに属している。ウン・ソーニア・ドール・パラウン・プエブロは街の生活を改善しようと決意した男の失敗談を語る。主人公のエス・キラチェは全ての体制に立ち向かわなければならない。なぜなら彼が望んでいる政治の形態が民衆の支持を得ないからだ。しかし実際には彼の政策への反対は同じ民衆からではなく、 生活の改善を望まない、隠れた第三勢力から来ている。最後に、レオポルド・デ・グレゴリオは、自身を犠牲に辞任し、亡命する。エル・コンシエル・ト・デ・サン・オビディオ、パラボラ・イ・エヌ・トレス・オクトスは、1962年に、荘演された。ブエロは、1771年9月に制作された、ホスピシオ・デ・ロス・キン・セ・ベイン・テスの猛人で構成される。 オーケストラの光景をモチーフにした彫刻から発想を得て、グロテスクで不正や倫理の欠如を表現した戯曲を制作した。テーマは人による人の作詞と自由のための戦いである。エルセエニョ・デララソンは1823年のマドリードが舞台となっている。この頃フェルナンドセブンは自由主義者との対立で街に恐怖を撒き散らしていた。主人公はフランシスコ・デゴヤである。 ここでも再び身体的な欠陥である聴覚障害を通して、ブエロは一部の人が現実に起こっていることを理解できないことを象徴的に表している。1980年代に書かれた代表作品の中には、カイマン、ディアロゴ・セクレト、ラセロ・イーエ・ヌベル・ロベリーントがある。ブエロ・バリエホの作品に登場する人物には次のような特徴がある。彼の儀曲は、 初演の順から、ありがとうございます。